チャオ、あっちゃんです。またまた面白いもの見つけてきました。はい、でかいでしょ、ババア。おばばって書いてある。鮮魚部鳥取さん、おばば。おばば、ババアです。鳥取県ではババアって言われてるらしいね。早速さばいてみましょう。なかなかね、大きい。ちょっとお腹パンパン入ってるからちょっとね、期待はしてんねんけど、どうかわからない、ババアをさばきましょう。今日はね、ちょっと抜くから水でいいや。センチも冷たいな。頑張ろう。おまんま、まないと全部切ったいんだけどな、なかなかね。切らないのよ。こんなもんでいいかな。これに汚いのも、もう 見てみる無理されてね。いい大人はね、こんなもの見てみる無理です。はい。そこ棚があってさ、キッチンが狭くって。ババア、ババアがぬるぬるだ。でかいな。うちのキッチン、さばけるか。ババアが逃げる。逃げないで。ぬるぬる、でもね、もっとね、でかいね、ババアの大きいやつは。はい。そこ、まな板に乗せてみると、キモい。ばあちゃんのね、記念写真をちょっと撮ります。ちょっと家になると思った。怒られるわ、ね。なんやろ、キモイとか言うのも可愛い顔してるんで。いる？あのね、ババアね、キモイキモイって言われるけど、可愛いねんね、ほら。可愛いね。あ、肩だ。こんなんです、ババア。では早速ババアをさばいてみましょう。ちょっとね、どうやろうな、卵入ってへんかなって期待してんだけどね。これまた大きいから、発泡しよう。青いで大きいの。ああ、ぬるぬるで気持ちが悪い。一応ゲンゲ、田中ゲンゲっていうね、ババア本名で、田中のババアです。はい、田中のババアさばきです。ちょっとね、お腹を、いやー、そうよね、卵入ってへんかな、入ってたらっていうんだけどね、全然きれい。さばく前にもうちょっと、うわ、船さん、ババアで怒られるな。船さん、実は48歳らしいね。昨日ちょっと気になって、子供とね、見とって。お腹きれへん。きれいできれい。卵が出てこないね。もっとね、パンパンなってたね、見たババアはね。おババア、ちょっとお腹があんまりパンパンちゃうから、もしかしたら卵ないかもわからない。お腹もね、開いてみましょう。ババアから何が出てくるか。卵はなさそうです、はい、もしかしたらババアやけど男の子がね、ジジイかもね。まあそのままでね、はい、内臓がね、ぬるりーんと出てきたんで、ちょっと引っ張り出しましょうか。ちょっと先、頭落とすわ。もう卵なかったからもう全然大丈夫なんでね。一緒、もうこんなぬるんぬるんするな、切りにくいな。いいかも。ちょっと内臓をね、落とすわ。内臓先取るわ。
これちょっと、まあ、いつもと一緒、魚の落とし方は一緒ですもん。頭の落とし方はね、内臓だけ傷つけんやのに、さっき内臓出してもらったから。ばあちゃん、まな板からはみ出してますねんけど、もっと大きいやつやったら多分ね、卵入ってるかもわからんけど、この時期どうか分からん、時期とかで変わるかも。私ね、原魚はね、そんなに骨硬くないから、頭がね、ええ出し出るらしいんよ。あ、袖につきちゃって。ぬるぬるして気持ち悪いよ。これにしても、ちょっと、こういうとこはごめんなさい。だってね、まな板も洗うから。ここね、ババ血合いがすごいね、ほら。ババの血合いも洗いましょう。ババババ言うなんて、いちいち反応してしまうわって。そういうあなたのババアです。ごめん。あなたのことは言っておりません。このね、魚のことを言ってるんです。お気になさらず。気合いを洗っておきましょう。あ、さすがにまだ水は冷たいな。まな板ね、血を洗ってもね、多分ぬるぬるやから、ぬるぬるやからね、すぐぐちゃぐちゃになると思うよ。お刺身でも食べられるけど、美味しくないらしいわ、ババアは。あ、こちらに、はいはい、忙しい。このタイミングじゃなくなって沸かしとってタイマーなるべあったかいから、いつもね、冬場は13分、夏場は12分やねんけど、今ね12分58秒ぐらいで吹いたちょっとあったかくなってんねんね、はい、お茶沸かす時間でね、あっちゃんちは気温がわかります。まあ、大体みんなそうやろ。もうね、10分近くも吹いてられへんやんか。だから、タイマーってね、大体その時間を覚えるようにしてると。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ババをね、まだこれちっちゃい方やで。もっとね、大きいやつがおるみたい。ババアは、ババア結構ね、大型魚やね。ババアはあっちゃん、なんで知ってるか言ったらね、あれで見てん、なんやら、県民賞、県民賞で見てババアは知ってるんだけど、ババアはね、簡単にさばけんの、さばくのすごい楽な。でもね、背骨、ね、このとこに簡単にさばけんだけど、はみ出すんよ、まな板から。このね、背骨のポニキでこう見れんねん。ぬるぬるして気持ち悪いんやけど、あ、切れないわ、ブリやっておばあへこきよったババ硬いぞ。硬いことはないね。
なんていうの、やっこすぎてグニャグニャして切りにくいね。でね、でね、これで背骨のここまでも切り込み入れていきます。いやー、さばきにくい、グニャグニャするじゃん、はみ出すし。持たれへんねん。皮引きもしゃんでいいし、楽な魚だけどね。カメラが気に出したな。さび方違う、いつものさび方じゃないの。なんかピーって言ったぞ。あ、ご飯のタイマーか。いいかも、ここで背びれ後で取るか。よし、だからここでね、ビデオね、よし、ババッ、固め、めくれました。めくれたらいいけど、これでね、ここをね落としたいんやけど、長いでしょ、さばきにくいのよ、これが。結構ここで残ったな、ここだな。さばくとこ間違えた、ぬるぬるするからちゃうとこに包丁入れてしまったよ。まあいいや、さあ、ババアも何にするかやな。まだ何にするかも決めやんと買ってきてんけど、面白いから買ってきてんけど、すっげえさばきにくい。舐めてたな、ババアを舐めてたよ。ババア恐るべしや。ぬるぬるして、これで、よいしょ、よっしゃ、パパはさばけた。これアラね、すごく美味しいらしいね。これパパどうしようかな。めっちゃもったいないよな。これ、ここ失敗してん。邪魔なるな、でかいな。ババアはね、何にしよう、まあ、煮付けとかやったらこれぐらい大きさかな、はあ、難しいな。まあ、食べやすい大きさ切っとこう。
まあね、まあどうしてどっかな。ちょっとお煮付け用にしてちょっと置いとくわ。煮付けとかお味噌汁とかね、いろんなものに使えるんで、あれにしても天ぷらにしてもいいしね。結構ね、小骨みたいなのあんねんけど、この小骨食べられる派でね、ババアは。これどうしたものかな。作るときに考えよう。ババアのあら、なんかじゃないかな。さすがに何本ババアある。こっちを使いましょう。どうして切ればいいかな。ヒレをね、断ち切りたいね。これは揚げ物が美味しいと思うね。このヒレのとこね、ぬるぬるのとこ。どうするべね。これもうちょっとちっちゃくしようか。これ多分粗汁やね。これを多分天ぷらがいいな。これ粗汁用やな。まな板をね、つどつど洗うのがこっちやね。汚れたらダメ。血とかどうしてもね、菌湧きやすいから、すぐにね、まな板汚して洗いましょう。で拭いたら、ね、タオルもちゃんと。
どうも、いただきました。ではね、ババアの方も。チャンネルの視聴者さんかい、おばあちゃんだよ。おばあちゃんね、これからね、お料理されていくよ。じゃあね、さようなら。ババアのね、ヒレコロ美味しそう。うにゃうにゃしてコラーゲンたっぷりそうで、これ美味しそうなんで、ここを切ります。おばあちゃん、ぬるぬるして切りにくいよ。これっこいコラーゲンでね、プリプリ、これ皮絶対美味しいわ。おばあちゃんちょっとぬるぬるしすぎやで。これ多分ね、味噌汁とか煮つけでもええし、天ぷらでも美味しいんちゃうかな。おばあちゃんめっちゃ身入ってんねん、これ絶対美味しいよ。ちょっとおばあちゃん、ちょっと口開こう。あんして、おばあちゃん、あんして。あちゃん、おばあちゃんすごい力で噛み締めてるけど、おばあちゃん、そんなんしたら口からちょうで、こっからいくで、頭からいくで。ぬるんとしたら怖いな。硬い。こんな包丁絶対無理。意外とばあちゃん骨太やぞ、はい、おばあちゃんいくで、頭いくで、こっからいくで。気が引けるな、ババアっていう名前だけで。普通の魚みたいにハッて言ってるに、ちょっと行きにくいところがあるな。ババアっていう名前のインパクトすげえな。全然ちょっとただいしもた。硬い、マジで硬いです、ばあちゃん。どっちに目が出てんのよ、こっちに目取りなんか。はい、ばあばあの頭が2つに割れました。なんかすごくグロいです。グロいですやねんけどね、エラオトラのね、エラがあるから、すっごいね、これプリンプリンな身が頭いて、ババアに噛まれた。おば噛みおるぞ、気ぃつけな。この皮がね、絶対おいしい。これはコラーゲンたっぷりでさ、だから、ね、多分これ骨がエラでしょ。エラのところに巻く入れていって、これで、お、ここにえみが取れたぞ。これエラ、来た来た、これね、エラを、全然分からずさばいとるからね。あっちゃんど素人やからさ、合うてんのか間違えてんのすら分からへんから。でも多分ね、エラは食べられへんはずやね、どんな魚も。だ
エラはね、これエラでしょ。この薄皮のとこね、これを切って、これがエラ。これエラね。エラは捨てましょう。でここで釜。おばあちゃんの釜。釜のおばあちゃん、やかましい。いや、あなたのこと言ってないで。なんか言われてる気がした。はい。これね、釜。で、これ頭。猫血ついてきたけどさ。おばあちゃん、これ顔美味しそうやねんけどな。煮つけかな。ババアのアラはね、あれ、出汁がすごい出るらしいね。どうしようかな。これ、釜を。釜じゃない。エラをこっちも外すわ。無口になるぐらいね、ちょっと意外とね、ババア手こずる。うん、ババアなかなか難儀やな、これ。よいしょ。もっと簡単にさばけるもとって、いつものゲンゲの親玉ぐらいのもとだけど、甘かった。シャイラが切れた。これで釜と頭。頭この辺すごい。頬肉がすごいねん。おばあちゃんね、頬肉ぷっくりしてんねん。この頬肉絶対美味しいと思う。で、おばあの頭をこれ入れとこう。明日でもこれでアラで何か作ります。恒例のね、胃袋チェックしましょう。最近ちょっと胃袋チェックハマってんのやつ。昨日、こっからちょっとグロ注意ですよ。深海魚やからさ、何食べてんのか。こっからね、イカの生物の実験です。トマト。お、綺麗。ほら、全然何も食べてないババア。おばあちゃん何も食べてへんかったんか、かわいそうに。お腹減ってたやろ。ね、こんな感じ。うん、さあ、このババアの胃は食べれるんでしょうか。ねえ。ちょっと一応かな。なんかいろんなものがくっついてる。この辺ね。もしかしたら人生初の寄生虫ちゃうか。いや、寄生虫じゃないか。血だまりか。よくわからない。いいわ、寄生虫つくんかな。完全にはね、今寄生虫つくってきたから。見てみる？寄生虫見てみたいな。わからない。ババアの内容は不気味です。はい、ということでババアと格闘しました。ババア恐るべしです。はい。ということで。
でね、ババアさばいたんで、綺麗なね、白身のプルプルの身、すんごく美味しそうなんで、身はいけそう。で、アラも、こんな大きょうさん取れたから、煮付けとか、あ、顔は絶対煮付けやと思う。こんだけ身が取れたら。で、中骨のところは、お味噌汁にしようかな。そんな感じで、ババア食べたいと思います。ということでね、ババアさばきました。はい。全国のババアの皆様、気を悪くしないでください。ババアっていうお魚なんでね。で、若い人たち、人生の先輩に、ババアって言わないように。そんなことは傷つきます。はい。はい、ね、ババアが、じじいのババアが、ババアさばきました。はい。何の動画や。ということで、今日のあっちゃんのババアさばき、よかったよと思ってくれたら、高評価を、応援、コメント、チャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。もう髪の毛バサバサです。またね、バイバイ。